今はね、白泉との両方を一緒にね、絡めて。で、まだここに来ても、泊まるあれが、施設がないもんだから、鳴子温泉とか向こうにいて泊まってんだよね。向こうから来るお客さん多いんですよ。内陸で泊まって、こう出てきて、また引っ込むっていう感じこだの家のね。方に来てる。ああ、なるほどね。今見せてもらったあの映画って、昭和何年に作ったんですか？味ね、一回建てたのが59年で、2回目のフィルムなのよ、これが。一応平成入って作ったんだけども、まずというのは何作ったっていうのが、明治29年も昭和8年も35年の通知なのね。明治だって3つの震災があって、この震災を絶対後世に伝えてはね、いつか来るっていうのが、まあ去年来たけども、それに備えての防災教育の一環として作ったんだけどね。昭和59、59、9年。全国で始めるね。ああ、なるほどね。全然。いや、自分宮城県内、仙台に住んでて、初めて来たんですよ、実は。あ、そう。もう人はいっぱい来てるっつんで、聞けたんで、安心はしましたけど。まあ、なんとかね、ようやく、4月になってから そうですか。来るようになったね。ああ、そうですか。今年。1年過ぎてから。ああ、そうですよね。2年目ですもんね。神奈川の小田原の二宮神社さんと一緒に、葉山神社さんとか、あと助教さん、私の方と生産者の方々が復興支援ボランティアをやってるさ、そのツアーも私の方で受付でやっていくから、ボランティ海岸線ちらっとだけど見たけど、そんなゴミとかは溜まってなくて、ないでしょ。綺麗でしたね。掃除したんですか？もう掃除したからね、あらゆるもの綺麗でした。きれいにして全部やったから、それからあとは重いものだな、浮かんでこないのが。そうですね。